ネルバ隊長、お疲れ様です。おう、クリステルか。聞きましたか？最近司令部ではあなたの噂で持ちきりだそうです。先日レンジャー課程も無事クリアしたことですし、 F 招待への期待が高まっているのでしょうね。その期待に応えるためにも今日も元気に精進してまいりましょう。クリステル、気を使わせてすまない。最近そのようなことばかり言ってくるのは私を元気づけるためだろう。あ、気づいていたのですか。でもしょんぼりしてる体調もまたお美しい。クリステル。その隊長、最近元気がありませんが悩み事ですか？クリステル、私が今気落ちしている一番の原因はな、クロード・ウォレス、奴の存在だ。クロードですか？確かミネルバ隊長の同期の。そうだ、士官学校にいた頃から奴はずっと私の一歩先を歩み続けている。結局奴には一度も勝てないまま士官学校も卒業してしまった。私はそのことがずっとわだかまりとして胸の内に残っているのだ。しかし同期で真っ先に隊長となったのはミネルバ隊長だと他の隊員に聞きました。それは隊長の力がクロードを上回った証明になるのでは。上回ってなどいない。士官学校の成績も私は次点、首席は奴だった。それに私が F 小隊隊長になれたことは実力が認められたゆえの結果ではない。正直高級将校である父の意向があったことが要因として大きい。ですが我ら F 小隊はあの過酷なレンジャー課程もクリアしたではありませんか。脱落者もなし。全ては隊長のご指導のおかげです。あなたがクロードに劣ることなど。レンジャー課程ならば E 小隊も合格している。私たちよりも先にな。学生時代と同じ、私は奴の二番煎じだ。それにいつまでもクロードに勝てぬままでは隊員たちにも示しがつかない。いいえ、そんな。ミネルバ隊長、私たちは。ここで愚痴を言っていてもクロードとの差が縮まるわけもないか。皆を集めろ、クリステル。 F 小隊は今から特別訓練を開始する。え、待ってください隊長。整列、 F 小隊はこれより特別訓練を実施する。レンジャー課程を乗り越えた今こそ一層気を引き締めねばならない。なんかミネルバ隊長、妙に気合入ってるな。そうだな、普段からお厳しい方だがいつも以上に危機迫る勢いというか。そこ、死後は慎め。失礼しました。ではこれより特別訓練を始める。諸君、司令部より指示があった。数日後に訓練の一環として E 小隊と F 小隊の模擬戦が行われる。我らが真の精鋭であることを証明するために圧倒的な力の差を見せつけなければならない。よって F 小隊はさらに特訓を増やすぞ。願ってもない機会だ。
模擬戦に勝利し、今度こそクロードの鼻を明かす。これ以上の手たらくは許されん。気合を入れねば。みんなどうした？集中が乱れているぞ。そんなことではいい正体には勝てん。これはどうしたことだ。ミネルヴァ隊長、今日は皆の調子が悪いようです。模擬戦まではまだ時間があります。今日はここまでにしてはいかがでしょう。仕方ない。本日の訓練はここまでだ。解散。クリステル。あ、はい。ここへ来て隊員の心が乱れている。いや、私から離れているように感じる。私の訓練は厳しすぎただろうか。いえ、決してそのようなことは。しかし今の F 正体は一丸となれていない。そのことは肌で感じるのだ。ミネルヴァ隊長。結局隊員たちとわずかな距離が開いたまま模擬戦当日になってしまったか。しかしここまで来て引くわけにはいかない。みんな、模擬戦だからといって油断はするな。 F 正体出撃する。やってやる。あそこだ。敵の隙をつく。行くぜ。連邦の士官としてやられるわけにはいかん。敵はどこにいるか分かりませんよ。準備 OK。 いつでも行けるわ。
そこか。周辺警戒を厳にせよ。もらった。開始する。そのまま前進。応戦せよ。敵の攻撃来ます。これで出るぞ。狙われているぞ。撃たれてる。よっ。目標の撃破確認しました。よし、出るぞ。たたきかけるぞ。いいぞ、その調子だ。よし、出るぞ。よくやった。よくやった。さすがだ。よし、出るぞ。敵を見つけたぞ。敵を確認。敵を見つけたぞ。敵を確認した。そうしよう。
行動を開始する。前進せよ。援護を頼む。見つかっている。気をつけろ。撃破です。ミネルヴァ隊長、やるじゃねえか。前進あるのみ。ケルト、続け。ミネルヴァ隊長、突出しすぎです。一旦引いて体勢を立て直しましょう。ダメだ、クロードの前でそんな弱気な指揮を見せるわけにはいかない。隊長、どうしたのですか。感情的に指揮を取るなどあなたらしくもない。これ以上クロードに負けることは私のプライドが許さないのだ。お前たちを失望させるわけにもいかない。結果を出さねば。ミネルヴァ隊長、しっかりしてください。ずっと迷っていましたが、やっぱり言わせていただきます。あなたは冷静さを欠いている自分に気づいていないのです。なんだと。あなたがおっしゃっていたように、今の F 正体は一丸となれていないかもしれません。しかしそれはミネルヴァ隊長のお心が F 正体から離れているためです。私がクロードとの勝負にこだわりすぎて周りが見えなくなってしまっているのです。私たちはミネルヴァ隊長を信じております。クロードにも必ず勝てます。だから今は冷静になってください。私一人が焦ってしまっていたのか。すまなかった、みんな。目が覚めた。ミネルヴァ隊長、立て直すぞ。 F 正体の真の力はここからだ。これで有利に追…さあ、私についてこい。私に続け。よし、行こう。装備の確認。私に続け。援護する。見つけたぞ。見つかっている。気をつけろ。連邦の士官たちとやられるわけにはいかん。甘いな。
F 小隊の誇りにかかって。もじって。ミネルヴァ隊長のために。当たらんぞ。当たらんぞ。よし、出るぞ。
ミネルヴァ隊長のために。これで狙われている。隊長、ミネルヴァ隊長狙われてます。敵の位よし、攻めるぞ。敵拠点押さえたぞ。やりました、 F 正体の勝利ですよ。素晴らしい指揮でした。さすがです、ミネルヴァ隊長。 F 正体一同、これからもあなたについていきます。みんな、私はみんなに情けない姿を見せてしまった。それでもまだついてきてくれるのか。もちろんです。最後は必ず正しい道へ導いてくれる。隊長自身がそのことを証明してくれたのです。私たちは今一度騎士道精神を胸に、あなたの勝利と栄光のため一丸となります。感謝する。みんな、これからも共に行こう。失礼いたします。ミネルヴァ・ヴィクトル少尉、参りました。ヴィクトル少尉、ご苦労。突然呼び出してすまなかったな。とんでもございません。何かご用でしょうか。まず先日の E 小隊との模擬戦、見事だった。あれ以来君の活躍は目覚ましいものがある。指揮能力や人材管理能力も評価に値する。ありがとうございます。司令部も君を大きく評価していてな。一つ通達がある。今日から君はヴィクトル中尉だ。私が中尉。おめでとう。これからも連邦のために尽くすように。それって昇進ってことじゃないか。やりましたね、ミネルヴァ隊長。おめでとうございます。ああ、突然のことでまだ実感がないが。もうしっかりしてください。本当の意味で実力を認められたんですよ。そしてミネルヴァ隊長はクロードに勝ったんです。私が。同期の中で誰よりも早く出世したじゃないですか。名誉ある千人中尉ですよ。確かに、そういう意味では僕はミネルヴァに先を越されてしまったな。そう、そうか、そうだな。この結果は己の実力で掴んだものだ。私はクロードに初めて勝った。見たか、クロード。これが私の実力だ。お前も早く追いついてくるといい。ああ、努力するよ。しかし、この勝利は最初の一歩に過ぎない。慢心せず、私も精進を続けるとしよう。また、大事なものを見失いかけてしまったら、その時は私を止めてくれ、クリステル。隊長、そんな風に頼りにされるなんて嬉しいです。ならば私は隊長が戦場に立つ限りずっとおそばに付き従います。隊長の勝利、隊長の栄光、そのためにこの命を捧げます。
私は良い仲間に恵まれたな。これからもよろしく頼むぞ、クリステル。ああ、まるで愛の告白みたい。なんて幸せなの。クリステル。はい、こちらこそよろしくお願いいたします、トワニエ。あなたが F 小隊隊長に疲れてから1年、早いものですね。ああ、今日は新たな入隊者が来ると聞いているが。失礼いたします、ロナルド・オルビー少尉、参りました。おお、ロナルド。入隊者名簿を見た時にもしやと思ったが、やはりお前だったか。お知り合いなのですか、ミネルヴァ隊長。うん、士官学校時代の後輩だ。戦車教練以来だな、ロナルド。元気そうで何よりだ。先輩、いえ、ミネルヴァ隊長もお変わりないようで。嬉しいぞ、我が小隊への入隊を希望してくれて。学生時代、ミネルヴァ隊長に鍛えられた生徒は皆 F 小隊への入隊を希望しました。あなたから教わった騎士道精神を胸に誠心誠意励む所存であります。頼もしい戦力が増えたな。ならば初めにやることは一つだ。隊長、それは当然。くそ、またクロードたちに負けてしまったか。あのミネルヴァ、僕たちは今射撃訓練をしているだけであって、 E 小隊と F 小隊で成績を競っているわけじゃないと思うんだけど。てっきりミネルヴァ隊長が我々に指導してくださるのかと思ったが、はじめにやることとはウォレス中尉との勝負だったか。こういったところは士官学校時代から何もお変わりないようだな。ああいうところもミネルヴァ隊長の愛すべき魅力の一つだ。あまりに暴走されているようなら我らが止めればよいだけのことだろう。クロード、今日はお前の勝ちだ。しかし次はこうはいかんからな。ミネルヴァよ、いい加減認めたらどうだ。クロードの方が実力が上だって。いや、ミネルヴァも十分すごいと思う。訓練の成績もそうだし、僕の小隊の女性陣はみんな言ってるよ。どうすればあんなに強くなれるのかって。それにミネルヴァは男らしくてかっこいいとも言ってたし。クロード、男らしいって言われて喜ぶ女はいねえって。失礼な、隊長にも意外と女の子らしいところはあるぞ。なんだと。なんで本人が驚いてんだよ。仕方ない、とっておきのエピソードを教えてやる。子供の頃、隊長は誕生日プレゼントとして父上にぬいぐるみをもらったのだ。おいクリステル、その話は。ミネルヴァ隊長は今でもぬいぐるみをお守り代わりに持っている。クリステル。夜なんかそのぬいぐるみを抱いていないと眠れないんだぞ。満面の笑みでギュッとぬいぐるみを抱きしめる隊長の愛らしさといったらもう。クリステル。その話はもういい。とにかく次の勝負は必ず私が勝つからな。首を洗って待っていろ、クロード。